がたっぷりです。あ、蜂蜜入れるの忘れた。なんだよ、蜂蜜入れるの忘れてるじゃん。もう一度再挑戦です。それではまず水を 130g ですけども、水分量がちょっと多いんで 120g にします。 120g 強力粉 250g。 ドライイーストは少し多めに入れます。通常は 3.5g、4g 入れます。 4g 入れました。生クリーム 35g、 卵黄 20g、 蜂蜜 12g。 これ可愛いでしょ、可愛いでしょ。これはね、カナダカークランド。まあどうでもいいよ。きび砂糖12g、12g、塩5g、塩5g、バター15g。ここまで塩。レーズン 75g。ちょっと減らした方がいいような気もします。それでいってみます。再度挑戦。多分レーズンが全部崩れちゃいますね。出来上がりが10時52分です。よろしくお願いします。できました、できました。これはちょっとすごい、まあまあですね。これはちえちゃんのです。ちえちゃんの子供たちです。お腹空いたのでラーメンを作りました。ちえちゃん、明日の朝持ちます。Bye.